もですね、この時期にふさわしい、そういう問題を扱っていきたいと思います。問題はこちら。その中にですね、今から書きます選択肢4つの中から正しいものを1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。選択肢はこちら。さあさあ3秒間でよろしくお願いいたします。さあ皆さん、正解は2番を選んだ方が多いかと思います。違うんですか？まあ、ちょっと2番選んだ方ですね。ここですね、皆さん、エンプロイーズ複数形になってますので、皆さん1番イーズ、そして3番イーズ、これはダメですね。一方で2番のア、これは複数形になってますので正解に見えるんですね。でも残念っていうとですね、どこが間違ってるんですかとおっしゃる方、ここです。 to がまずいんですね。なんでですか？ヒントは品詞です。何詞ですか？前置詞ですよね。じゃあ皆さん、前置詞の後ろは名詞ですよね。じゃあ今回どうなってますか？ overseas、 海外。名詞ですよね。残念。もちろん副詞ですよね。ですから前置詞の後ろに副詞は置けませんからね。ですから正解は4番ですよね。皆さん思い出してください。線頭の原型は線道ですよね。じゃあ意味は送る。じゃあ皆さん、自動詞ですか他動詞ですか？送ったよーと言われたら何をってなりましたね。じゃあその時は他動詞と判断しましたね。じゃあ皆さん、後ろ目的語ありますか？副詞ですよね。つまり目的語がないですね。じゃあ皆さん思い出してくださいね。他動詞の後ろに目的がなければ過去分詞にするんでしたね。ですから今日の線とは過去分詞。皆さんちょっと入れてみますね。こんな感じです。どうやって解釈しますか？ employees 従業員、 sent overseas 海外へ送られた従業員という感じで、左側に名詞がありますので、そこにかけて解釈することができましたね。ですからやっぱり4番問題ないかと思います。ですから皆さん、今日この問題を扱ったのは品詞への意識はどうですかというのを確認していただきたいためです。ではこちらご覧ください。オーバーシーズが名詞に見えてる方、副詞ですからね。意味を海外と思ってる方、正しくはこっちですよね。海外にーとか海外えーですよね。でこれがアブロードだったらもうちょっと有名なんですよね。ですから大学側は引っ掛けてくるんですよね。オーバーシーズだと正答率が下がるの分かってると思います。で皆さん、かっこいい芝見てください。まあ今日のあくまでも例なんですけども、 representative 意味だけじゃなくて品詞も大丈夫ですか？こっちを知ってる方多いんですよね。ただもう一つ品詞ありましたね。形容詞ですよね。そしてカッコ2番、鋭いという意味は品詞どうですか？形容詞ですよね。ただし入試で問われるシャープは、これは簡単すぎて問われないですよね。ですから副詞がありましたね。意味どうですか？きっかりですよね。例えば7 o'clock sharp、 7時きっかりみたいな感じのシャープは入試で品質ですからね。ですから今日はオーバーシーズを例にとりましたが、品質の知識を問う問題多いですよね。ですので皆さん、胸に手を当ててください。そして振り返ってください。品質は大丈夫だろうか。もう一度見つめ直してくださいね。ということで今日も頑張っていきましょう。